ヒーハー。はい、それでは超ヒーロー対戦ラストボックスを開封していきます。リグレットで出したいと思ってありますけど、まああわよくばてか、まあ一応超勝ちぐらいは出して全種できれば出したいです。いきなりカルテッド5かい。お、消えました、フォーマルフリル。これいいっすね、2枚目と。前も当ててたっけかな、10パックぐらい買った時。バンテージ仮面とかなんか、あ、そういえば4枚ぐらい持ってんすね俺、あの仮面のやつ。超勝ち3枚、3種ぐらい持ってる。リバースカルか。お、表紙に一応はあるやつですね。なんかこのボックスの表紙の横にね、いたんすよ。はい、忘れてもらっちゃ困るぜ。今回別にヒーローワールド作ってない人だったらこのエクストラブースター買う必要ないんで、まあこれ2ボックスぐらいしか買いませんでしたね。これはゲージ1でヒロインがあると使えて、クシオコスはゲージ1、相手のバナモンスター1枚破壊して相手にダメージ1。まあまあ強いですね、強いですね。ゲージ1ぐらいで相手にダメージ与えながら破壊してくれて、これヒロインがないと使えないみたいなんで、ヒロイン使ってない人だったら意味ないですね。ヒロイン入れてなかったら使いづらい。かといってヒロイン入れると重くなるんじゃないかな。ソルジャーホーム2枚目。超ガチレア。アルティメットカードバーンのね、なんかダブルウィング。あ、D ウィングですね。D ウィングが一番なんか強いと思いますね。はい、エネルギー吸収器、これ強いっすね。普通に D ウィングに登場したらめっちゃ強いっすからね。防御も高いしね。目が甘いな。バリア発動、モードスピード、変身移動2回攻撃。このカードがバトルし、攻撃したバトル終了時、君がこのカードに変身していて、君のドロップゾーンにこのにカード名カーディアンがを含むカードがあるなら、そのターン中このカードは2回攻撃を得る。なんかたまに出てこないときは。君と相手の場のアイテム全て攻撃を使わせる。相手まで上がります。応援は頼む。初めて出たかもしれない、このボックスでは。少なくとも10パック買ったやつ当たってたかもしれない。結構な量だな。やらせるかよ。その攻撃は無効化する。このカードは無効化されない。変身か登場してると使えるらしいです。トーキングまた出た。
あー、これだったのか。俺4種揃えてたわ。カーディアン、こいつか。いやー、カードバーンの方が強いと思いますね、普通に考えて。もうこれで多分超勝ち出ないし、シークレット出ねえわ。出なかったけど、まあいいや。はい、ブリーツの普通のノーマルレア、あのさっき出たのがホロだったんで、めっちゃ嬉しいですね。光ってるとね、カードが曲がってくるんですよ、ホロとかだと。ノーマルの方がいいんですよ、だから。はい、コールスーパーマシン。はい、ということで今回出たのはまあこんな感じでね、超ガチ揃えてましたね。ソルジャーホームよりね、カードバーン的な存在のやつが出てくれた方が嬉しかったんですけど、まあカードバーン残念ながら1枚しか手に入りませんでしたけど、まあいいでしょう。はい、ということで今回これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではへ